お待ちしておりました。遅れましたか。時間通りです。ところで獲物は。こちらに。失礼を。こんな近くにいたとは気づかず。潜伏させておいたので。こちらこそ失礼。不意に見せるべきではありませんでした。では参りましょう。私の次に綾音様、港様は最後尾をお願いします。心得ました。どうする気だ。あんたが手引きしてくれるとは聞いてるけど。奥女中が用いる裏口から本丸へ入ります。本来なら夜間は錠が下ろされているのですが、今夜は開いたままになるよう手を打っておきました。中に入ってしまえばあとは難しくありません。そうかよ。港さん、そこはいつ？潜入行動から襲撃行動に移る直前だ。まだ早い。走行した瞬間、少なくとも本丸の警備任務についている武者は前期がこちらの存在に気づき殺到してくるだろう。ギリギリの木を狙う必要がある。了解です。この作戦は迅速さが命。目的を十分に達したと判断したらすぐに撤退してください。周辺空域を封鎖されてしまえば終わりです。何としてでもその前に場外へ脱出を。承知しております。あんたはどうする？国氏様を狙った襲撃が行われ、同時に満所の新人が姿を消したとなれば事態は明白。その新人を紹介した私も追及は免れませんから、あなた方の案内が済みましたらその足で脱出します。ご心配なく。別に心配はしてねえ。てめえの面倒まで見るのはごめんだって思っただけだ、六原。おや、そうですか。村政、周囲状況は？異常なし。平穏無事ってわけではないけれどね。もちろん警備体制はいつも通り厳重よ。まあ内部に詳しい人間の手引きがあるならかいくぐれるでしょう。そこのカミキリムシが足を引っ張らなければだけど。好きに言え、クモが。ウヌのような無道の輩と違い、闇に潜むを増えてとするは我にとって何の恥でもない。あら、そう。性能の欠陥に恥辱を覚えないなんて、それでも剣？さすが、天下一名物ともなると、器が違うもんね。この辺りが限界ですね。ここから先は警備に隙間がなくなります。やり過ごすのは難しいでしょう。わかりました。この先の道順は
突き当たりの階段をこの2つ上の階まで登ってください。最上階ではありませんからご注意を。そこからまっすぐに廊下を行き、3つ目の枝道で曲がり、進んだ先が目的の場所です。微妙に遠い。おい見て、その部屋はここから見てどっちだ？方角ですか？多分ほぼ真上になるかと思います。港さん、突き破りましょう。その手があったか。本気ですか？最も合理的です。最短距離であり、かつ派手な騒ぎを起こすという方針にも沿う。はあ、決められたのなら止めはしませんが。あとは我々の領分、あなたはどうぞお戻りください。わかりました。じゃあ行きましょう。港さん、ここで走行して構いませんね。港さん、おい、いつまで突っ立ってんだあんた。さっさと逃げ。一生廊下へ戻れ。あっ、そんな、いつの間に。ステルスというものが大英連邦の独占物であると、全く前例のない新技術であると信じていたのですか？こんな誰でも欲しがりそうな技術が。とんでもありません。我々は古くから、とてもとても古くから、同じ武者の感覚さえ幻惑する力を追求してきましたとも。この醜い姿を優しい闇に隠すために、あなたたちに優しい死を与えるために。この男、無論それが大英連邦の現技術ほどの水準にあったとは申しませんが、動きを抑えれば剣の熱源探査すら騙し押せる、その程度には達しています。うん、そういえば合算くじの一派がさような隠遁の技を極めていると死に伺ったことがあった。先に言いなさいよ、能なし。人のことは言えんぞ、俺たちも。ふん、忘れておった。我には興味のないことなのでな。先刻もそう言うたであろうが。忘れました、興味ないから。しかし驚いたの。いや、あるいは核もあらんと思えばこそ上腕の手まで煩わせて布陣を整えたのだが、まさか本当に剣を持つものであろうとは。坊主！古賀久保。なぜ？と尋ねた方がよろしいか？聞いてくれるとこちらは格好がつくの。なぜ？お主らは隠密などに向いておらんということよ。なんとも耳に痛い限り。まあ、お主らを責めるのは酷かな。お主らを動かした者の問題が大であろう。雷鳥殿にも困ったものじゃて。
今動くというのはあまりに正直すぎよう。計りごとには向かぬ御仁じゃ。お主らの裏を読めれば何をするか読むのも安い。まあ国氏殿下を狙うのが妥当よな。殿下を襲われ傷一つでも負わされたが最後、幕閣にわしの立場はのうなる。昨夜のような説教なら獅子殿もうるさく言うまいが、ことがそうなってはな。では殿下が狙われるとしていつ来るか。そいつはやはり皆の気が抜けている折、大きな催しのあった直後ではないかな。とまあこんなところよ。いや偉そうに語った後でなんだが、あまり大した種明かしではなかったの。ダメだこれは。しかし分からんこともある。不思議そうな顔を作らずともよいぞ。何が分からんのかは承知であろう。お主らはどこの者じゃ。立場上答えられる質問ではない。しかしたった今あなた自らが推測を語られたようだが。お弓久保の手かと申すか。答えられる立場にない。違うの。お弓の与力にお主らのようなものはおらん。その二両の剣にも見覚えはない。それ以上に六腹に神戸を垂れるような玉ではなかろ。主らは いかに。答えられる立場にない。であろうの。ならばさて答えられる立場にしてやらねばならぬが。攻め取りを受ける旅衆というものはいかなる秘密も口にしてよいことになっております。古賀中将様。おお、さようであったか。村正。何。この付近で最も強力な磁場の在りかを探れ。了解。過分にして知らなんだわ。ふん、悪くない。特にそちらの娘子は良いの。秘密の聞き出しがいがある。ドブみたいな目で見るんじゃねえよ豚坊主が。それがたまらん、それがたまらん。横島な者への憤り、正しき憎悪というやつは実に良い。実に美しく実にうまい。昨夕もしこたま味わったばかりであるが、全く飽きるということはないの。姫様のことか。それよそれ、その怒り。やれ惜しいことよな。その怒りに任せて舞台で襲ってきてくれておればことはもっと早かったんだがの。あれも罠かよ。いちいちやることがねちっこいなてめえは。いやいや、一石二鳥を狙ってみたまでのこと。お主らがおらんでもあれはやっておった。やらずにおこうかい、あんな面白きことの。ミド、見つけたけど。そこまで糸を打ち飛ばせるか。ええ。よし、やれ。破壊するの。いや、その時期を回せ。了解。坊主、てめえだけは。一条。え、いいか、走行して脱出しろ。は。うん。発電機を暴走させたのだ、お前が。発電機？
ミド。行く。鬼に王手は鬼を斬る。仏に王手は仏を斬る。剣の断り、ここにあり。
者ら。こんな狭い場所で翼を扱えるのか。なんというやつらだ。器用な連中ではあるわね。なかなか抜け目のない。この状況でそれだけ基地が働くとは、私の配下に欲しいほどです。やれやれ、チート調子に乗りすぎたかの。取り囲んでやれば諦めて投降すると思うたがな、肝の太い者どもよ。ま、あとはジョーアンに任せておくか。ざけろ、てめえに高みの見物なんじゃ許すか。ほう、のんきな観客になりたきゃあの世へ行きな。この世では私が認めねえ。これはこれは新たの奥方。あやね一条だ。名字と名前はこの順でいい。それが本名かね。ああ、だがどっちだっていいだろう。どっちだろうとてめえは死ぬんだ。逃げ場を求めてここまで行き着いたというわけではないようだの。追ってきたに決まってんだろう。このわしをか。その頭はいい目印になった。暗い中でもよく光るじゃねえか。さもあろうさもあろう、常日頃からよく磨いておるからの。そいつを切り取ったらこの城のてっぺんにくくりつけといてやる。伝統代わりになってちょうどいい。いや、なんとも一途な殺意よの。それほどにこの同心棒が許せぬか。許さねえ。撃つか。撃つ。我が身を裂くか。裂いて潰して粉にしてやる。臓物を引きずり出して食わせてやる。目玉と金玉えぐり取ってカラスの餌にくれてやる。てめえが生きてる間にな。それは痛快だの。しかし何故に。何故。この札楽には何でもあるな。金も宝も武器も最新の機械も。だってのに鏡は一枚もないらしい。ミド、剣だ。何？こいつ。雷波か。いや、エンジュ。いやー、恥ずかしい恥ずかしい。確かにこの遊佐入道、
心に鏡は据え置いておらんな。いちいち過去を顧みながら生きてはおらんな。そんな暇間もないほど日々を楽しんでおるからの。どうしてあんな真似をした。はて？てめえが岡部の姫様にやったことだ。ああ、あれか、やりたかったんでの。じゃあその前の能楽は何だ。あの頼政は、あれも全部姫を引っ掛けるためだったってのか。いや、あれはあれでやりたかったのよ。頼綱公とは敵味方の立場を超えて長年の友であった。その非業の死を思うと我が胸に突き上げるものがある。心のざわめきの赴くまま待ってみた。いかがであったかな。なら、その長年の友の骨で能面を作ったってのは何でだ。やりたかったんでの、面白かろうと思うて。てめえはやりたいことは何でもやるのか。うむ。許されると思ってんのか。誰が許さぬ。司法かな。いや残念、人の法律は力で勝る相手を罰せられぬようにできておる。では神仏かな、天の方が許さぬか。よしかし、この同心亡命は事故にも合わず病にもかからず、剣林弾雨もくぐり抜け、こうして生き続けておるがな。さーて、誰がわしを許さぬ。私だ。ほう。法律や神仏がどうだろうと知るか、私がお前を許さない。一条と申したな。お主、誰の命を受けて動いておる。命令なんか誰からも受けてねえ。わしの首を取るとどうなるのかの。金になるか、それとも地位でももらえるかな。バカが、てめえみたいなクズの命に板一文でも払おうなんてやつがいるかよ。ではお主は本当にその怒りだけなのか。義憤一つでわしを殺そうてか。そうだよ、それだけだよ。てめえが許せねえから殺す、このあたしと政宗が。他に理由なんかねえ、いらねえよ。そうか、そうか、そうか。純真無垢な娘ごと政宗、宗州五郎入道政宗。いつか、いつか現れるとは思うておった。お主らのごとき者がの。何？バサラの神髄はただ木を照らうにあらず、心の求めるままに振る舞う、迷わず、恥じず、考えず、欲一念を貫いてこそバサラ。そのような生き様が人に許されるのか。いいな、許されてはならぬ。許されては面白くもなんともないわ。否定せよ。取るに足らぬ有造無造ども、その意志と力を結集して我が道を塞げ、聖堂の英雄を差し向けるがいいわ。苦難を超えずして何の道か、聖堂と対決せずして何の婆皿か。覇者の将校五郎政宗、お主が来るのを待っておったぞ。覚悟はできてるってのか。何を聞いておった。覚悟なぞあるかい。わしはお主を踏み潰す。そうして我が生涯を完成させようぞ。何者も顧みず、我欲のままに生き、罰も受けず満ち足りて命を終えた、世にもふざけた男としての。
させねえよ、正宗。お、世に鬼あれば鬼を断つ、世に悪あれば悪を断つ、剣の断りここにあり。天に冥府、地に魔道、踏まえし道は修羅の道。行くぞ、てめえのための念仏を唱えろ坊主。そんなもんとうに忘れてしもうたわ。実はあなたたち二人でグルになって私をからかってたりしない？同じことを俺も聞こうと思っていたのだが。さほどに奇妙なことではないのです。ここは狭い。武者の最大の利点である気功能力が全く活かせません。翼を奪われた鷹がネズミに手間取るはむしろ道理というものでしょう。それでも鷹にはくちばしがある。ネズミの牙と渡り合って互角以下ではやはり不甲斐ないかと思われるが。他にも事情はあります。私はここで無理に勝ちを取る必要はない。足止めできればそれでいい。しかしあなたは違う。一刻も早く私を倒さねばならない。こうしている間にも私の部下たちが駆けつけてくるかもしれないのだから。時を味方とする者はゆとりを得、敵とする者は焦りを得る。私とあなた、体はあなたが大きく勝るでしょう。しかし心は私が優位にあります。ここまでは五分、残るは義。それが比較にならぬというわけか。おこて一本。それだけの差がある。いいえ、やや浅い。とっさに力を抜いて内に備えた。戦慣れした反応だけでは説明できない。あなたは知っているようですね。我々六原新影流の剣筋を一度立ち会ったことがある。その者の名は市顔瑞希。
あの娘。道理で。なるほど。あれと剣を交えていたのなら、納得もゆく。あの方をご存知か？つまらぬ汚職事件に巻き込まれたりしなければ、今頃は、私の手元に引き上げていたかもしれないものです。惜しいことをした。私が直に手ほどきをしたのは、ほんの数度です。が、確かに、天品と呼べるものがありました。彼女は今。二年前、己の矜持に準じられた。他に語るべきことはない。そうですか。あなたは彼女の死か。そう言っても、差し支えはないでしょうね。よろしい。これも人の絵にし、あの者に伝えきれなかった王妃をあなたにお教えしましょう。かかっておいでなさい。六原新影流合詞。厄介なもんだな。もうほども持ち勝っておった。何なたよりも遠くからついてくる。時には投げてくる。これを相手に間合いを奪うは至難の技ぞ。受け止めると体が崩される。懐に入る暇がねえ。そこが槍の卑劣さよ。安全な場所から己の身に攻めて価値を盗む。どうする御堂。
どうもこうもねえ。心得た。それで参ろう。どうしたどうした。拉致が赤い様子ではないか、娘武道。もう手詰まりかの。大見えを切ってそれでは格好というものがつくまいて。うるせえ。拉致は開ける。あと3手だ。ほう。ではその3手見せていただこう。これで2手残り1手チート手数が足りんのではないかな。この槍の手あくびは特別強靭にできておるでの、打ち折るのは骨であろう。わしがこのまま打たせ続けてやるとも限らぬしの。ん？そうか。じゃあやめだ。つうかよ、三手もいらなかったし。お？ん？ほらよ！どうだ。天気左肩鋼鉄に悲劇だが大した損傷ではない。槍止めの連続による腕力の低下が不都合であった。まだ敵機の鋼鉄もなかなかに優れている。亀だけにってか、簡単にはいかねえな。まあ調子くれてた野郎の目を覚まさせてやれたみたいだからいいとしておくか。確かにな、いいやつをもらったわい。やってくれたものよな、娘。別に槍に勝つなら懐へ入るなんて常識だろ。その弱点があるから武者の間で槍は流行らなかったんだろうが。今の込みなら7回か。全部的を外さなかったてめえの腕は大したもんだけどよ。6回も見りゃこっちの目だって慣れるに決まってんだろ。受けないでよければ体勢も崩れない。てめえを切れる。そろそろやりすぎたんだよ坊主。私が慣れるまで時間をよこしたてめえがバカだ。おごる悪党はそうして自滅するものよ。いや本当にの、返す言葉もないわい。だがのう、わしも大物ぶって手加減していたわけではなくてのう、じっと肩慣らしをしておったのよ。お主の一発で目が覚めたことでもある。そろそろ参ろうか。何を。尾張貫流波紋遊佐同士、これなる剣は胴たぬき正国。我らが槍、いざご覧あれ。御堂、槍に何かを通しよったぞ。何か。筒のような。筒。思想嫌がれ。
意地を持ってこれを貫く。どうしたんだ。出会え野獣だ。物どもって会え。古賀中将様はいずこにおわす。謀反じゃ。首領様をお守りせよ。何？違う、西の丸だ。倒幕派どもが夜討ちを仕掛けてきよった。姉上、同心様お迎えに上がりましたぞ。同心様はいずこ。貫通された。おのれ、修復を開始する。御堂、この程度で粗相するでない。あ、当たり前だ。いかがなものかな、寒流の土は。なかなかに食い応えがあろう。抜かしてろ。暗闇だ、畜生め。二度、それを。普通、槍ってやつは左手を口にして右手で突くだろう。左手で持つところに管を通して口の滑りを良くしたのが管槍だ。普通の槍よりも早くつけるし、修練すれば回転を効かせてひねり込めるようにもなる。なるほど。しかしそれにしても先の我は回りすぎではないか。五割貫流の管槍はもう一工夫あるんだ。ケラ首がやたらと締まる。ムチかなんかみたいにな。そのおかげで手元のひねりが先端へ伝わる頃にはあんな大回転になってるって寸法。先ほどありがたい忠告をいただいたばかりであるし、今度は一息に仕留めさせてもらうとしようかの。なめんな。味方に刺激。んずるな。肉が少し吹っ飛んで関節が砕けただけだ。大事はない。問題なさそうだ。うん、問題はないが、あと一撃くらえば落ちる。対抗手段がねえな。情けないことを言うでない。この政宗のしてともあろうものが。弱音吐いてんじゃねえ、考えてるんだ。
それしかねえか。おお、やるのかミド。やっちまえ。あのクソ坊主をこれ以上図に乗らせるよりは何だってマシだ。心得たり。まだ落ちぬか。粘るの粘るの。その粘りが勝機を呼べばよいがのう。忘れてはおらぬであろうが、ここは六原が主城、くだらく山菜の上空。時間をかければ邪魔者が退去して侵入してこぬとも。はて、そういえば下船だ。何故未だ一気たりと現れるのか。マサムネ。おお。クエ。入れよ。マサムネ、七つのからくりが一つ。日が鉄砲、古炎尺、くれてやる。誰や。そうくるかい。だが、仕事しよったか。自爆兵器だってのに、こっちのダメージの方がでかいんじゃねえか。それは気にするな。わかってる。もう一発かますか、御堂。いや、ちまちまやっててもラチが開かねえ。右腕全部潰せ。どうせ動かないならいらねえだろうが。どおり。ほう、お主も意外に芸達者よの。今のは少しヒヤッとしたわい。いや、この戦律こそが勝負の醍醐味というものであろうが、しかしそんなノロノロ玉では喜べん。醍醐味、大盤振る舞いだ。残さず綺麗に全部食え。柳生上安祭、そういなかろうか。私は裏方の者、敵に名乗る習慣は持ちませんが、あなたは特別です。
切り落としだと思いましたか。一刀流の神髄、切り落としは、相手の剣と対象の一撃をもって勝ちを取る。その秘訣は、遅れて、相手の剣筋を見切った上で動き、それを切り落とす、明確な意図を持って迎え、刀と刀の打ち合いを制する点にあります。求められるのは、運剣の精密さ。我らの合詞は、これと似て非なるもの。相手の剣筋を見極めてから動くところまでは同じ。しかしその先は、精密さではなく効率を求めます。大きな円を描く敵の剣筋の内側に、我が剣は小さな円を描き、結果的に相手よりも早く目標に達し、打ち合わず乗り込んで切る。これが新影流六原派の合詞です。同じ新影流でも解釈の相違があるので、他の派ではまた異なる形で伝わっているようですが、ミド、全力で。いや、さて、私は一人、刀一振りを掲げてあなたの進路に立ちふさがる。手の内はこの合詞剣。あなたは武者一騎、仲間はいるが離れている。時間はない。ややもすれば私の部下がここへ来る。状況以上。では、どうされます？神宝は形なく、実宝に通貫す。あなたは、雪忍刀にとどまる器か。
それとも活人島に届く器か。そうか。どうだ！その一撃が正義の怒り、その一撃が弱者の嘆きと知るがいい。声だめの底で腐った糞尿より汚らしい血を撒き散らして死ねえ！ところでミド、別にどうでもよいことだが、今の爆風の余波でなんか右足が吹っ飛んだ。そうか。足の鈍りは避けられん。残存熱量を考えると航続可能距離は長くなさそうだ。早めに離脱しないとまずいってわけか。港さんの無事を確認しないと。どうだ、あっちはもう脱出したか。知らん。サーチしろよ。どうでもよかろうが、奴らのことなど。よくない。なぜだ。あの人は味方だろ。敵であろう。たまたま手を組んだだけの。奴めがもし下で窮しておるならちょうどよい。始末の手間が省けるというもの。いや、それはそれで口惜しい話か。奴らはこの手で切り捨てたいと、そういうのだな、ミド。それとも何か、奴の罪を許したと。許しちゃいない。ただ罪を償ってほしいって思ってるんだ。罪を償う方法などない。それは分かってる。でも私にはあの人が必要なんだ。幕府と戦うのに私だけじゃ力が足りない。お前は否定するんだろうけど、自分の未熟は自分が一番よく知ってる。私と一緒にいればあの人だってもう正しい人まで殺したりしなくて済むし。ミド、良いか。悪は悪なのだ。悪鬼は悪鬼なのだ。奴らと我らは決して相入れぬ。あの男はいずれ恩義を裏切る。そんなことない。裏切られた時はどうする。そこまで信じてなお裏切られたならどうするのだ。その時は許さない。必ず殺す。まだ不満があるのか。ミド、悪とは実に往生際が悪くしぶといものだ。そう簡単には殺しきれん。どんなにしぶとくたって。来るぞ。何？てめえ！
いやいや、たまげたわい。極楽浄土へ旅立つところであった。亀？亀だ。からくり仕込みに来る鍵島は我だけではなかったらしいが、あの発想は我にもなかった。クハ！傷だってのか？あれ食らっといて。甲羅に閉じこもった亀が相手ではな、鉄砲の矢尻も貫けない。怒りを通り越して呆れも通り越して悲しみも通過して、今はただ無性に叩き潰したい。この野郎、もう手妻の時間はやらぬぞ。遊びが命取りになることよく分かったでな。落とさせていただこう。政宗、鉄砲はまだ撃てるか？いや無理だ。これ以上鋼鉄を消費すると飛べなくなる。くそ！それでも、くそ、やるしかねえか。悠長な考えは、それまで生き延びてからもてあそべ、御堂。何？敵、乾から猪神、落下光星。地面まで生かしとく気はないってか。もう時間はやらぬ、そう言うたのう。私らはここまでか。断じていいな。私はあいつを倒せるか。政宗は正義を行うにあたり無敵である。どうすればいい。我に命じよ。やれ。承知。お命ちょうだい。てめえがよこせ。また胸、七つのからくりが一つ。恩剣、六本くっそなんじゃ。手も足も出ない窮地に陥ることもあろうと予期し、肋骨を出せるようにしておいたのだ。おお、無駄じゃ無駄じゃ無駄じゃ。この六本骨層の握力は蝦夷のヒグマをもしのぐ。そうたやすく逃れられるものではないわ。いろ、今ぞ。こ、
し。血を吐きながらでもよいから攻撃せよ。敵は藁人形同然。こうして食いついておる限り墜落の心配もない。叩きてすまい。おだこの あがきやがって。なんの二度焦がしてやれ。おぼろ正式。政宗、甲冑の弱点は喉と、もう一つ、あれか。あれだ。じゃあそれだ。言ったよな、てめえが生きてる間に目玉と金玉えぐってやるって。まずは汚い方からだ。約束通りもらっとく。まるで締め殺される豚の悲鳴だ。自分の敗北です、柳生の御宗家。貴重な一手をご教授いただきました。感謝いたします。ではでは、これにて退散つかまつる。正解。
別に私をほふる必要はない。あなたの勝利は私を倒すことではなく、この城から脱出を果たすことで得られるのだから。必要だったのは私を倒す方法ではなく、私を突破する方法。それは武者なら造作もない。そこに気づいた時点であなたの勝ち。気づかれた時点で私の負けです。口車も乗せられなければそれまでのこと。私も飛んだ道化ですね。棟梁！遅いですよ。申し訳ございません。組頭が倒されたため連絡が混乱し。外でも何か異変があった様子で。うん、わかりました。あなたたちは侵入者を追いなさい。あちらへ向かいました。逃してはなりません。はっ。何をしているのです？棟梁、僕、いえ、自分の熱源探査はあちらではなくこちらに侵入者らしき反応を捉えているのですが。勘違いでしょうか。胸トラ。あ、はい、棟梁。今はおじと呼びなさい。あ、はい、おじ上。お前は今年の春、討ち死にした兄君に代わって出仕を始めたばかりでしたね。はい。わずか半年ばかり。にもかかわらず、お前が一番落ち着いていて、状況を正しく把握した。行く末が楽しみです。おじ上。いえ、楽しみでした。お前の行く末がここまでとは、本当に残念です。え？次があるなら、必ず愚鈍な人間にお生まれなさい。デウスよ、我が罪を許したまえ。彼にどうやら資格がある。だから、生かすと決めたのですよ。すべての運命、我々の総意志、グリューネドラヘの翼のもとに。ここはどこだ？フダラク城とやらの外縁、出城のようだな。その上に落ちた。牢城専用の施設だから普段は使われないって港さんが言ってたけど、どうだ正宗？確かに誰もおらん、今のところは。クソ坊主は直上！ラウラバ、マハーラウラバ、タパナ、プラータパナ。先の一撃とは比較にならない。強大な忍びを準備したやつに城ごと我らを焼き払うつもりか。とうとう全ての余裕をかなぐり捨てたな。しのぎ。
してたのか。あの剣、どうたぬきと称したか。若造と侮ったのが不覚であった。避けられるか。敵の忍びは広範囲に及ぶと予想される。翼が効かぬ現状では無理だが。対抗手段は一つのみ。なんだ。我らも忍びを持って向かいます。からくりか。いいな。あれらは忍びではない。政宗が鋼鉄の工夫で成し遂げた機能に過ぎ、我が新姉が刻む忍びは別にある。それを使えば勝てるんだな。しかり政宗に敗北はない。よし、私はどうすればいい。間もなく空から地獄の豪華が降り注ぎ、我らを骨の髄まで焼き尽くすであろうが。ああ。何もするな。何？何もするな。それだけか。もう一つ。なんだ？死なないように気をつけろ。御堂が最後まで死なねば我ら政宗の勝ちだ。相棒、この状況で冗談かましてるわけじゃねえだろうな。当たり前だ。じゃあ時間だ。歯食いしばり御堂だ。やりゃいいんだろうが。サンジーファーサンガータカーラスートラなんだ、あれは。火事、いや忍びよ。確かか。力の流れを感じる。間違いない。あれは武者が呼び起こした炎よ。村正、状況を確認する。了解。信仰ついに断たれたり、我は我が道を踏破し得ず中途に倒れ、無念よの。そんなの当然だ。お前は間違ってたんだから。罪は裁かれた。悪は報いを受けた。世に正義はあったの。
ぞ。悪行への報いはあったのだぞ。これほど痛快な話が他にあろうか。お主こそなぜ笑わん。この結末こそはお主が求めていたものであろうが。それは、お主は正義を掲げ、官悪なるこの遊佐同心と戦い、勝利し殺したのだ。誇るがいい、笑うがいい。この敗者をあざけり、無慈悲に交渉するがいい。お主は完璧に正しく、その正しさをもってわしを殺したのだからの。黙れよ。一条！一条！一条！何があった？遊佐同心と戦って。何？殺しました。私が殺した。大丈夫、剣が命をつないでいるから死ぬことはなさそう。そうか。ライチョウ様。なーに、マロのモーニングビューティータイムは邪魔しないようにと言っているでしょう。一大事でございます。昨夜あろうことか倒幕派のテロリストに不堕落城への侵入を許し。あらそう、それは大変ね。やったわ、これで幕府はマロのもの。礼儀知らずの四宿はきっとと、相手が同心様でも手加減なしに攻め立てる。これほどの大失態なのだから、チャチャ丸だってわざわざ弁護なんかしない。となれば同心様はもうマロにすり寄るしか手立てがなくなる。マロを宿坊の筆頭として立て、関東官吏の地位も認めてね。武者をも含む精鋭の敵勢は
本丸ほか数拠点を襲撃、甚大な被害を及ぼし、古学坊遊佐同心様も会えないお最後を遂げられました。なんですって、キャノン中佐、これはどういうことだと思うね。さてね、どこかの誰かが歴史の時計を早回ししたがってるんでしょうか。後世の歴史家は事態の整理にさぞ戸惑うことだろうな。しかし差し当たって我々は自分の心配をせねばならない。ええ、ミロー少々、歴史の観客になる気はありませんからね。役者にならねばならないな。歴史を我々にとって居心地のいいものへ変えるためには、苦痛の歴史は我々と我々の祖先のものだ。我々の子孫には引き継がせない。肯定です、全く肯定です。少々閣下、本国の連中の反応はどうだ。どちらの本国です。偉大なる女王陛下のお国の方だ。あの声を取り過ぎたクソくらえの、もろ手を挙げて喜んでる連中が大半のようですね。これで取りやすくなったと。非戦派の中からも幕府に統治能力がないなら強硬手段による占領もやむなしとの声が。お軽い連中だ。本当に何のために我々が長い時間をかけて六原を悪役に仕立て上げ軍備の増強も容認してきたのか、ろくろく理解していません。とはいえだ、我々の当初のプランはもはや瓦解したと言わざるを得ない。残念ながら六原幕府の体制はここへ来て決定的です。ザ・ガジェットも無駄になったか。あれも惜しいですね。ようやく使い物になるというところで。どう考える、キャノン中佐。決断の時かと。現状で動くことがベストだとは到底言えませんがね。このままワーストの結果を見守るよりはベターの成果を取るべきでしょう。新たにプランを立て直すことも決して不可能ではないのでしょうが、問題は所要時間。我らがゼネラルは喫水無欠の英国騎士にしてちゃんと見える目も持っているお方です。困ったことにね、今のところはバカンス気分なので救われてますが、それでもいつこちらの策動に気づくとも知れません。時間をかければかけるだけ我々の計画がブリテン側に発覚する危険は高まります。なるほど、結論はすでに出ているというわけだ。アワーアメリカのために、閣下。ああ、アワーアメリカのためにクライブ。以上です。
影明君。はっ。怪我の具合は？はっ。切断された左手の感知には今少しの時間が必要ですが、他は大事ありません。一条くんは？回復しつつあります。しかし動けるようになるのは今しばらく先かと。そっか、二人とも読んだのに影明君しか聞いひんから心配してたんやけど、そんなにひどいとは思わなかったい？は、あ、いえ、重傷は事実ですが、どれほどの負傷でも致命傷にさえならなければ武者にとってはかすり傷と同じ。完治まで要する時間の差があるだけです。宮殿下におかれてはどうかお心を休んじられますよう。そうか。来週中にはほぼ解除すると思われます。ならええけど、無理はあかんえ。医者が必要ならすぐに言うてくれな。はっ。では、殿下。ああ、うん。大体想像はついていると思うが。はい。お弓久保は我々との連絡を絶った。こちらからいろいろと働きかけてはいるが、定型の復旧は望み薄だろうな。もはや謝って済む話ではございませんが。申し訳ありません。今川中将が逆上するのは無理からぬことです。いや、怒りとは違うのではないかな。おそらく彼は怯えたのだ。怯えた？我々はお弓久保に朝廷権威を付与するなど協力し、彼の政権掌握を後押しする。彼はその見返りに我々の意を汲んだ政治を行う。と、一応は対等の同盟関係を結びながらも、お弓久保はこちらを侮っていたはずだ。所詮は武者の一揆も要さぬ奴らとな。その侮りにつけ込んで、村正と政宗の存在をより鮮烈に見せつけてやるため、お前たちの正体を向こうには伏せておいたのだが、ことを起こす段になっていきなりこっちが武者を繰り出してきたらびっくりするやろ思うてね。はい。今となってはその細工も裏目に出た。我々は宇陀楽城を破壊し古賀久保を討ち取る、その戦略と戦力を隠し持っていたと今川中将に見られている。つまりこうだな。我々は最初からお弓久保と手を組む気などなかった。ただ利用するだけのつもりでいた。なぜなら我々の目的は幕府の滅亡だからだ。
我々は計画通り雷鳥窪を利用して遊佐同心を殺害することに成功し、幕府の屋台骨を大きく揺るがした。あとは突き倒すだけというわけだ。今川中将にとって今やこちらの戦力は限りなく未知数。動揺した幕府なら撃てるだけの力を持っているのかもしれないと。疑ってるんやろな。多分夜も寝られん心地で。なんと申しましたものか。いや、影明君が縮こまる必要はないよ。これははっきり言うとくけどな。影明君と一条君を宇陀楽に送り込んだのはこのわしや。それで起こったことの責任はみんなわしにある。そこんとこ勘違いしたらあかんえ。俺がもう少し気を利かせていれば。それにまあ状況もまだどん詰まりってほどでもないしな。雷鳥が怯えてるなら怯えてるでやりようはある。そうやろ所長。確かにそうです。しかし向こうがこちらの連絡に答えない以上、とりあえずは先方からのアクションを待たねばなりません。考えられるのは二通り。我々とは組んだ方が得だと結論し、改めて同盟の継続を申し入れてくるか、それとも我々を生かしておけば命取りだと判断して滅ぼしに来るか。まずそのどちらか。所長はどちらだと。わからん。そこまで老い三久保の心理を読み切れない。どちらもあり得る話だ。両方の場合について対処を考えておく必要がある。そうやな。では前者の場合。難儀なことになる。今川中将と協力し幕府を支配しつつ再建しなくてはならない。それも下級に。この現状を受けて GHQ がどう決断し、どう動くか、全く不明だ。おゆみの動向よりわからない。わからないから、急ぐしかない。最悪の事態がもしも明日を訪れるのならば、今日中に備えを済ませることでしか、対処できないのだ。では、後者の場合は。
その前に新聞読もうかな。お主は正義を掲げ、官悪なるこの遊佐同心と戦い、勝利し、殺したのだ。誇るがいい、笑うがいい。この敗者をあざけり、無慈悲に交渉するがいい。お主は完璧に正しく、その正しさをもってわしを殺したのだからの。みなとさん、みなとさん、影明様、お帰りなさいませ。牧村さん、
ただいま戻りました。お疲れ様でございます。あなたこそ、いつもお世話をかけます。良いところへ戻られました。お嬢様の様子をお伺いください。一条が何か確かめたわけではございませんので、自分からは何とも。一条、知ったのか。一条、私はこんなに弱いんだ。私は正義を、正義をしなきゃいけない。六波羅の山犬どもを、こ、殺さ、
いと、なのに、なのに一条。港さん、教えて。あなたはどうしてそんなに強いんですか？強くはない。嘘。あなたは同じように戦って、殺して、呪いまで背負って、それでも私のようにはなってない。港さんは強いよ。強いのではない。俺はただ それでも、それが戦い続ける助けになるなら、それは強さなんです。私にはその強さがない。一条。港さんの強さが欲しい。奪ってても、そんなものは奪えない。なら、あなたが奪ってください、私を。港さんと一つにして。一条。お願いです。一度だけでいいんです。一度だけ。そうしてくれれば、私は。俺は女性の扱いが下手だ。わかります。なんとなく手荒なやり方しか知らない。それでもいいか？はい、それでいいです。その方がいいです。わかった。後悔してくれるな。しません。